先発菅野が2回4失点で降板し6敗目11勝。救援陣も失点を重ねた。打線は初回に坂本勇が34号ソロを放つなど4点を奪ったが及ばなかった。初回坂本勇が中日小笠原から右中間へ運ぶ一発。幸先よく先制に成功したが直後の2回に菅野が崩れる。3連打で無視満塁とされ藤井にセンターへの犠牲を許して同点。加藤には敵地内野安打を浴びて勝ち越しを許すと西1、2塁となってから大島に右翼への敵地に2塁打を浴びた。菅野はこの回限りで降板。2回5安打4失点。わずか44球でマウンドを降りた。4回には宮國がピッチャーの小笠原に敵地2塁打を浴びると、打線が6回に丸の敵地で1点を返したものの、7回には高木が福田に17号ツーランを浴びる。7回に坂本勇、8回には楊大観がタイムリーを放ったが、追いつくことはできず、4連敗を喫した。中日は小笠原が6回途中2失点とゲームを作ると、自ら2点タイムリーを放つ活躍。救援陣は失点したものの、逃げ切って連勝でカード勝ち越しを決めた。フルカウント編集部。